皆様こんにちは、寺原清美でございます。そして今日は高橋めぐみさん。はい、高橋めぐみです。よろしくお願いいたします。今日めぐみさん、3月にようやくなりましたね。3月1日、そして番組の公開が3月の6日土曜日になるんですけれども、この場所は、はい、今日は二つ名にありますカレッジガーデンさんに行ってまいりました。障害のあるお子様をお預かりするそういった日中場所にこれでございます。どんな映像になって、どんな番組ができるんでしょうね。楽しみですね。初めての現場なんです、はい、楽しみです、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。皆様こんにちは、倉原清美でございます。東京ワイワイチャンネル、本日私と一緒に番組を進めてくださいますのは、江東区の高橋めぐみさんです、はい、高橋です。よろしくお願いいたします、はい、めぐみさん、今日はまた変わったところに来ましたね。はい、私ね、この西大島って初めて降りたいいでしょ、うん、結構アクセスが良くないんですよ。葛飾から来るんでね、直線距離ではあるんですね。でも、うん、沖縄の区ですからね、近いですからねいいとこだなと思って、はい、これを機にまたちょくちょく訪れたいなと思っておりますが、はい、それでは今日のこちらの場所をお借りしたこの場所と、あとは素敵なゲストのご紹介をぜひめぐみさんにお願いしたいと思います、はい、こちらの後ほど自己紹介していただきますけれども、私の父、そしてこちらの高舘さんのお父さんが本当に昔からのお友達 で、私も本当に子供心に父の友達3人あげろといえばその中に入っている本当に大親友の娘さんなんですけれども、今日はお世話になります。では自己紹介の方お願いいたします。高橋さんにはその説は、はい、お世話になりまして、父も今は元気に江東区に住んでおります。ありがとうございます。で、私この度ご紹介いただきました江東区で初めて重症心身障害児の通所施設を開所させていただきました。カレッジガーデンの管理者の高舘と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。緊張しちゃって、いや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 、あの緊張しているように作れてます。こちらはですね、はい、これから7月4日に都議会議員選挙がございまして、そちらでまためぐみさんはチャレンジをされるわけですけれども、今度こそしっかりと都議会に進んでいただきたいと思っているんですが、その中で特にこういったお子様の施設ですね、こういうところが女性議員がやはり少ないことでもって、女性ならではの視点が欠けることでお困りのことがいろいろ終わりなんじゃないかと。で、私自身はまあおかげさまでとか幸か不幸かね、普通に1回だけ結婚をして、1回だけ出産をして、そして、まあ、特に障害というのはない子供を持ち、それが今もう29に今年なるいいおっさんになってますけれども、そこまで来たんですが、だから子育ての大変さは分かんなくはない。ただやはり特別な支援を要するお子様の独特の大変さあると思うんですね。で、私がとても今気になっているのが、例えばその保育所の問題、いわゆる普通の一般の保育所の問題、待機児童の問題、こういうことを語るときに待機しているのは子供じゃありません、親の都合です、赤ちゃんはみんなお母さんと一緒にいたいんですっていう人がいるんですね。で、一見これ土星論なんです、戦前であれば、ただ、うん、今だから昔どうだったんだろう、でもやっぱり障害を持ったお子さんって昔もいらっしゃったんですよね。表に出ないだけでしょ、そういう風潮でしたよ ね、昔は。実は絶対戦後突然降って湧いたはずはないんですよね、うん、こういう問題はずっとあったはず、うん、それが表に出てきて、どの子も同じように社会の仲間なんだよ、うん、だからみんなそれぞれの立場で幸せになる権利があるんだよって言って世の中が変わってきたと。でもそこで親御さんの問題です、でも親御さんの問題を口にすることに何が悪いかって話もあるわけですよ。お母様の心身の安定、適度な休息とかね、そう、そういうものがあって初めて可能になる健全な子育てってね、これは障害があろうがなかろうが私は関係ないだろうと思っているのがすごくあるわけですよ。
なので、そういった視点からの今日はお話いろいろ伺いたいし、ぜひとも自由に、今お困りのこと、あるいはこちらまだ開始したばかりですよね。はい、そうなんです。今年1月、令和3年1月8日に開所させていただきまして、そもそもこの施設を立ち上げようと思った理由が、6年ほど前から相談支援という部分でお子様たちのコーディネーターをご両親様とご家族様と共に担わせていただいてました。でそんな中でやはりお母さんたちの休息が全くない。で重症心身障害児というところに私が着目したのは、で担当させていただくお子様たちがそういったお子様たちが多かったっていうことと、あと、その中で、やっぱり呼吸器をつけていたりモニターサチュレーションモニターをつけていると、とにかく夜夜通し鳴る時もある、寝てくれる時もある、でも夜通し寝れ、機械が鳴って吸引をして寝れなかったっていう時に、急に、孤独の場合は、在宅レスパイトっていう形で看護師さんのレスパイト事業もやっていただいてるんですけれども、急に看護師さんに来てほしいって言っても来てくれないし、そういった中でお母さんたちが疲弊しちゃっている。でお母さんが疲弊するとやっぱり家族が、やっぱり兄弟児さんがいらっしゃると、本当にその朝の、保育園の送りであったりとか幼稚園の送りであったり、そういったところにも本当に支障が出てくる。でご家族様で頑張られているところはたくさんあるんですけれども、そこで少しでも施設で長い時間こう預かれて、保育園のように預かれて、お休みになっていただけたら、ちょっともう少し生活の質、QOL が上がってくるんじゃないかなっていうのを感じておりまして、当初6年前から始めたいって思っていたんですけれども、やっぱりそうはいかず、やっぱり東京都の指定の事業なので、東京都といろいろ相談し、区で事業所を出すっていうことで、区とにお世話になって、いろんな区の方たちと相談に乗っていただいて、今ここに至る感じなんですけど、6年前支援相談支援をやって、3年ぐらいどうしようと言って、3年ぐらい前にやろうって思ったんですけど、やっぱり足掛け3年ぐらいこう開所するまでにかかりました。そういうふうに、6年前からいるお母さんたちはそのままずっとやっぱり頑張り続けていて、でやっぱり宅にお世話になっていたこともあって、孤独で始めるっていうのはすごく重要なことであるという。今こういう重症心身障害児の子どもたちは送迎が あってこそ来れるんじゃないかな。荷物もすごくアギーも大きいし、荷物も多くてで、来るので送迎が必須となると、なるべくこう近くのお子さんたちにって思うと、できる限り区に多く、いろんな家の近くに要所要所にこういった保育園のようにあれば、今私が言ってるのはまずお母さんを休めたらっていう話だったので、本当はそのお母さんたちがやっぱり働くことを諦めないで、仕事がこう継続して育児休暇が終わったら戻っていける、職場に戻っていって、やっぱり地域でね、こうみんなでそのお子さんが育つような環境ができればいいなっていうのはすごく思います。それが当たり前をね、社会にしたいですよね。本当ですね。本当に思います。はい、レスパイトってなかなか知らない人はあれですけど、そのお母さんの休息っていう、意味 で私も実際そのレスパイトを使う時に最初やっぱ躊躇しちゃったんですね。でなんとなくいいのかしらみたいな、若干後ろめたいような気持ちがあって、でも私の場合は親もその仕事で忙しかったし、やっぱり自分で抱え込んじゃってかなりきつい思いをしたんですね。でそういう施設があるってことで預けて、でやっぱその日も全然違ったんですよ。こんなに心がちょっと解放されるのかっていう、たった一日でもすごく違ったんですね。だそういう意味でやっぱりそのお母さんが気を使わないで、変に気を使わないでゆっくりできる。でそのおっしゃったのが前、看護師さんがいらしてくださるのもあるけど、そこにいらっしゃるとやっぱりそうそうゆっくり休むわけには、横で寝てるわけにはいかない、ですよね。やっぱり
看護師さんといろいろ、まあ、医療的なことでの相談もしたいっていうところもあって、それもそれでいい授業なんですけど、そうですね、大体在宅レスパイとは兄弟児の運動会とか、兄弟児の授業さんとか、特別に使うみたいな感じに今なられてるのも、まあ、そういうのが現状なので、はい、休まなきゃダメです、うん、本当にね、抱え込んで、はい、いいこと何もなくて、はい、もう本当にでも頑張ってるのは分かるんですけど、頑張りすぎると本当に全てにいろんなことに影響しちゃうんで、はい、本当にそういう兄弟もさ、はい、いらっしゃるし、はい、そういう方たちにやっぱり我慢させてるところもあるだろうし、うん、そういうのも含めてね、はい、もうそういう授業がもうどん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 増やしたいですけど、はい、今そのネックになってることとかちょっと教えてもらいたいなと、はい、そのこれがなかなか増えない原因っていうか、はいはいはい、まず東京都の時価が高いというか、それはありますね。まず家賃、あと、まあ、人件費、はい、人件費も東京都の、ね、最低水準が、まあ、いいことで上がっていて、まあ、そこにやっぱりで最低というわけにやっぱりいかず、専門職というところで看護師さんや保育士さんの活躍はもう素晴らしい活躍をしてくれてます。やっぱりそういった専門のことをする方にはやっぱりそういう、まあ、給与とかいうかがあっていいんじゃないかと思いますし、まあ、そこに伴って設備がそれなりにやっぱりすごく必要になります。はい、でその設備に関しても、はい、一人一人のお子さんの特徴を生かしたやっぱりまず寝るところ、次にまあ、椅子ですね、在庫椅子っていうのを障害児のお子さんたちはみんな作られるんですけど、その椅子の、まあ、この子に合うのはどれだろうっていう、まあ、設備関係ですね。で設備関係、それとあと毎日今5人重症心身障害児のお子さんが5人の事業所っていうことなので、まあ、通常、まあ、5人を、安定して、まあ、入っていただくっていうところに、重症心身障害児のお子さんはやっぱりその、ですかね、こう花粉症の季節だったら花粉症になりやすくて体調を崩しやすいですし、いつねやっぱりこう救急車でしっかりと治してもらって帰ってくるっていう状況も、まあ、背中合わせなところがあるお子さんたちが通ってくれてるっていうところもありますので、まあ、そういったところも含めて、まあ、すごく、まあまあ、いや初めて見てまだ2ヶ月ですけど、うん、大変な授業ではあると、でもなくてはならないものだなと、うん、はい、思います、うん、でもやっぱり医療法人だったり、医療福祉法人だったりとか、うん、NPO 法人には、うん、まあ、少しちょっと熱いところはあるんですけど、うん、はい、まあ、私どもみたいな株式会社としての、うん、まあ、営利法人がやっぱりやるっていうのがなかなか難しいだなと思いながら、まあまあ、この度はカレッジケアっていう訪問介護事業も充実してやらせていただいている中で、カレッジガーデンという通所施設が、まあ、解消できたので、まあ、頑張って継続してやっていきたいなって思います、はい、ですが、まあ、こういった事業者さんが増えてくださると本当に、はい、お母さんたちが休めて、ご家族が休めて豊かになるじゃないかなとは思うので、まあ、そこにいろんな応援をちょっと、ね、していただけたらなと思います。はい、はい、ですよね、お母さんが休むで、その他のご兄弟の行事、それもね、やっぱ大事で、うん、ただ業種だけじゃないんですよ。他のご兄弟って相当普段我慢してます。そうですね。いわゆる障害ってこういうね、はい、まあ、いわゆる重心というところ、あるいは知的なもの、さまざまあるじゃないですか、うん。で、それだけじゃなくて、特に支援を要するもう一つの、今不登校の方って結構いらっしゃるでしょ、はい。実は息子の友達にいたんですよ。うん、で、その子がずっと年単位で学校に来られないで、でもお姉ちゃんは同じ学校に普通に通っていて、うん、そのお姉ちゃんはね、私浴衣が安かったのでプレゼントしたこと、泣きながら電話かかってきた、おばちゃんありがとう、ママは私のこと忘れてる、弟のことだけがね良ければそれでいいんだよ、うちは誰も私を見てくれないの、泣きながらかかってきた、
だから普段何気ないね、あの行事だけではなくて、それこそ一緒に2人でおやつを食べる、たまには2人で買い物に行く、そういう時間って本当に必要なんですよね。お母さんも独り占めする時間って、そうなんですよ、含めて本当に重要なね、すごく大事なことをされているのに、民間であるからゆえにやっぱりいろんな補助が足りてないっていうのは問題だと思うので、やっぱりそこですね、私やんなきゃいけませんね。本当そう思いますね。やっぱこれって悪意なく男性は分かりづらいかな。いやー、もう障害って言っただけでもう何だか分かんないというか、いろんなのがあるのにそれも分かってない方たくさんいらっしゃいますし、その辺でしょうね、理解がまだ全然足りてないというのは事実ですね。あと何だろう、何かその福祉とかそういうものに対してね、お金を出してあげてる、支援をしてあげてる、こういう認識がね、悪意なく潜在的にどこかに追われないんじゃないか。ただまあ言ったらだけど、そういうお子様たちの保護者の皆さん、納税者です、そこ忘れてませんか。本当ですね、ね、本当だからそういう足りない視点って実はたくさんあってね、そういうこともあの男女ってあんまり言いたくないし、それ下手に言っちゃっていい、あの使い方間違って本当に炎上する時代なのに使いたくないんですが、ただやっぱりその生活実感に基づいたっていう意味で、女性議員の比率はどうしても一定数必要だなっていうのはね、こういうところで私思うんですよね。今また中小心身障害児のお母様に着目したんですけども、当たり前の生活を当たり前にしたい、普通にいたいだけなんですね。兄弟児のお子さんと一緒にこう、ね、いる時間とかも欲しいし、このこともいろんなあの療育であったり教育を受けるっていうことを当たり前にできる、あの風に地域が、ね、なってもらえればなっていうところに、はい、今まで当たり前を我慢してた、はい、そうところがありますね。本当そうです、当たり前にしようという、そう、まだコンセプトというか私のこともっとそう思います。今日はね、あのもちろんこの通ってらっしゃるお子ちゃまたちの個人情報には最大限配慮しながら番組を作らなければならないんですけども、それでもやっぱりね、あの思うのは、一人一人障害のレベルは様々なんだけど、みんな名前があるじゃないですか。だからみんな親御さんが生まれた時に名前をつけて願いを込めて我が子として大切に慈しんでいる存在なのでね、そこをやっぱり行政は忘れてもらいたくないなと、そこはすごく私は思っております。そろそろ場所を変えましょうか、ね、変えて次の場面に移ってまいりたいと思います。はい、それではここからはしばし現場の声をお伺いしたいということで、あの現場で頑張ってらっしゃるスタッフの方にご登場をいただくことにいたします。石月さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。看護師さんですよね。看護師です。今ご飯どころなんですか。すいません、ごめんなさい、忙しい時間にしてもございます。の私も全然この現場で分かってないので、はい、あのどんなご苦労があるかということをあの少しお話しいただければ、はい、あの苦労していることは特にはないんですけれども、あの重症心身障害児の施設なので、あの医療的ニーズのあるお子様が多いです、で、あの個別性もあって、あのただみんな笑顔で楽しく支援をさせてもらってます。はい、ここならではのやりがいっていうか、そういったね、そうですね、あのお家でお母さんたちがされているケアの内容が、まあ、あの1日ずっと通して大変だと思うことを思いますので、あのここで少し来ている間ゆっくりされてもらえたらいいなっていうのと、あと子どもたちの成長にあの少しでも役に立てたらいいなというふうに思っています。はい、素晴らしい。いや、何があってね、もう第一番に楽しくやらせていただきます、その言葉が出てくるところがすごい大事。取り外しましたもん、はい、嬉しくて嬉しくて本当にそうなの。あのうちみたいに普通の保育園でもそうなんだけど、やっぱり子供を預ける、で私なんかあのこの箱子実はもう60近いんですよ。だからあの私が子供を30で産んで預けた時だってまだ下町葛飾区は赤ちゃんもお母さんから離されちゃうのよね、かわいそうにねって言われた時代、
だからそういう中で申し訳ないって気持ちがどっかにありながらって方は多いんでね、楽しくってこの言葉はすごいパワーワードになります。たくさんお母さんが元気になると思います。すごく大事なことですよね。本当にあの現場がなんとなく雰囲気悪かったらあんたらここでうちの子大丈夫ってなっちゃうんですけど、だって皆さんねすごく感じのいいすごく明るい現場なので、そういう意味でありがたいなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。続きまして、現場でお子様たちに一番接する機会の多い保育士さんにお電話していただきました。松本さん、こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱりご飯時でいいね。今ご飯時でいいね。忙しい時に。すいません。あのこういうところで皆様に接している中で、保育士さんとして特に心がけていること、はい、何かあったらお聞かせください。はい、やっぱり他のこの健常の子供よりはこう外で遊ぶ機会だったり、うん、季節の行事に触れる機会が少ないと思うので、うん、ここに来た時は、まあ、2月だとバレンタインのセール、うん、チョコレート作りをしたり、3月でもうすぐあのひな祭り の、うん、あの飾りを作ったりとか、 あとは公園も広いので公園でのびのびブランコだったり、他の五感でこう、うん、はい、触れて、うん、触れることだったり音楽を聴いて、朝の会や帰りの会もしっかり行って、うん、あの毎日同じ歌だったり季節の歌もあの歌ったりしてるので、そこでこう生活のリズムもそうですけど、なんか感じ少しでも感じてもらえるようなことをしたいなっていうのは常に考えて、はい、いい保育士さんがいらっしゃる、ね、そう思う。私も2年前というね、国内の保育園であの保育補助をやってもらって半年だったんですけど、まあ大変で補助なのでご飯食べさせたりできないんですけど、ひたすら掃除するか制作するか子供たちをカバーしていろいろおむつ取り替えたりしたんですけど、まあ大変じゃないですか。でもそのさらにまたね、いろいろなことをね、あの気をつけなきゃいけない部分もあると思うんで、まあそういう意味でねすごく頑張っていらっしゃって、はい、ありがたいですね。いや、季節の行事とかそういうものを一生懸命向かい合って伝えてく、はい、これってまさにね、あの日本を取り戻してますよ。ああ、そうですね。本当本当本当、日本のねこういう文化をしっかりね伝統を引き継いでっていう。まあね、素晴らしいなと思って。いやいやもう。素晴らしい。ちゃんと聞かないと分かんないお話ってありますね。だから思って、もちろんね、その保育士さんも看護師さんもいらっしゃる中で特別な部分もあれなんだけれども、思った以上にその特別なこと以上にものすごい普通の積み重ねがあって、そこで本当にあのお子様たちがね、のびのびと暮らしてらっしゃるのをすごく感じます。もうお昼時で忙しいところ本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きましてまた素敵なスタッフお二人ですね、ご紹介をしたいと思います。長野さん、ちょうど、はい、そうなんです、聴導犬の小助と言いまして、はい、お母さんのフォローをしてくれてるんですけれども、はい、あの弊社の方がやっぱり医療と、療育、それとやっぱりこう事務的なことがしっかりしなくちゃいけないので、その部分をあの高橋さん、彼女自身があの、聴覚障害を持ちながら、小助君と一緒に通ってきてくれて、であの事業所のことを担ってくれてます。でその中で今こう写真を必ずお子さんの日々の様子をあの裏につけているんですけど、その写真を撮ってくれたりホームページを作ってくれたり、拝見しました、ありがとうございます、うん、もうあの子どもたちの様子をやっぱりこう感性がすごく豊か でそれでいてあのパソコンのこととかもすごく上手なので、もう頼り切ってもう本当にこう柱一つの柱として、活躍してくれてます。はい、高橋さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。どうすけくん、かわいいよ。お顔がいいよ、顔ね。ね、ちょうど検討、あのホームページにあったので、はい。あのはい、いうことは分かってましたけど、おとなしいですよね、やっぱりね。はい、お利口でね。すっごいお利口。おとなしい。
大変な訓練をいただいてますので、うん、やはり的に静かにできます。あー、素晴らしいな。やっぱりしつけて大事なんだわね。うちもいるけど全然違う。そうか、これって勲章だな。でお母さんが、あの支援に当たってる時は、うん、この机の下で、うん、あのじっと待機をしてあの行ってくれるんです。さっきね、撮影中全然ね、うん、そうなんです。本当に静かにしてるのかな、かって手伝ってくれてるのね、うん、でお母さんがあの支援に当たってくれる時もありまして、うん、その時はこう、うん、おはようございますとか、うん、こう手話をみんなに教えてくれたり、うん、と子供たちのこうあのチェックをしてくれたり、はいはい、イヤホンのチェックをしてくれたり、うん、あの骨伝導のこういうのだったらそういうのもみんなあのいろいろこう療育部分にも活躍してくれて教えてくれたり、はいはい、そういったところをねあのいろいろ協力してくださって今ありますね、うん、助かりますね。はい、ありがとうございます。はい、ですね、なんか子どもたちのことでお伝えすることありますか、うん、子どもたちのことで何かちょっとお話ししたいこととかありますか、うん、大丈夫です。突然子どもたちの笑顔のために一生懸命頑張りたいと思っています。素晴らしい、ありがとうございます。すみません、通勤中にお話しありがとうございます。助けてありがとうね。助けてありがとう。あ、そうで、2週間に1回は、うん、あのトリミングをきれいにして、うん、こういう施設に来るからということで、うん、もうトリミングを、うん、あの普通、まあ、月に1回ぐらいの人が多いんですけど、コスケはね、2週間に1回ぐらいきれいにしないとって言って、うん、いつもきれいに心がけてます。ここはもう帰って、そうだよね、品がある、ね、人に来ることもね、やっぱりいろんなあのことを考えて支援に当たってくれて本当に感謝です。いろいろありがたいです。本当にありがとうございます。ありがとうございました。コスケ君もありがとう。